10月31日から始まります、兵庫県知事選挙に、私清水孝之は、無所属で、立候補することを決めました。維新の会で、ずっと活動はしてきたんですけども、この知事選挙に関しましては私の当初からの思いでもありますけども、もう本当に兵庫県がこれだけ全国的に悪い印象を与えてしまう、そういったニュースが広がっていることにもやもやした気持ちを持ちまして、なんとかしていきたい、なんとかこれを払拭して、兵庫ってこんなに素晴らしいとこなんだよ、兵庫ってこんなにいいとこなんだよと、そういった思いを伝えたいということで、何かできないかなというのを考えてきました。でそういったこともありまして、今回はやはりですね、幅広く多くの方から、政党がどうこうとかではなくてですね、もう本当に兵庫県をなんとか変えてほしいんだと、兵庫をもう正常化してほしいと、そういった多くの皆様の思い、声を形に変えていきたいと、そういった思いから今回は無所属で立候補することといたしました。また後ほど質問ございましたら聞いていただけたらというふうに思います。で、今回のちょっと2つパネルを用意してきましたので、示させていただけたらと思います。まずはじめなんですが、今回の私 のキャッチコピーなんですが、こちらです。兵庫リスタート、兵庫リスタートになります。先ほどお話しさせていただいた通りですね、私は参議院議員として2期11年余り、この広い兵庫県をさまざま回ってきました。本当に兵庫県というのは素晴らしい県だなと、もう南は瀬戸内海、淡路島があって、で北に行けば日本海があって、豊岡、城崎、新温泉町、そして中山間地帯も自然が豊かで、美味しいもの、食材も本当に豊富です。観光施設にも恵まれています。こういった兵庫県、本当に大好きな兵庫県、この兵庫県がさまざまな問題で全国的に報道され、悪いイメージを全国の方々に伝えてしまったなというふうに感じています。国会にいまして、東京にいてもですね、もういろんな方から兵庫大丈夫かいなと、兵庫どうなってんのと、そういった声をたくさんいただきました。僕の大好きな兵庫県をなんとかですね、再生していきたい、新しく作っていきたい、そういった思いで兵庫リスタート、この言葉をキャッチコピーに今回の選挙戦を戦っていきたいというふうに思っております。でもう一点パネルを用意しますので見させていただきますと、じゃあそのためにどうするかというところなんですが、今回またこれもですね、政策的な意味でのキャッチフレーズになりますけれども、五穀創生、五穀創生という言葉を使わせていただきたいというふうに思います。で、兵庫というのはご存じ通り五穀からなっています。でこの五穀というのが本当にいろいろとですね、各地域ごとにそれぞれの特色があって、素晴らしい地域、すべて素晴らしい地域だと思っておりますけども、その五穀がそれぞれですね、特色を生かしながら伸びていく、そういったことで兵庫全体が活性化していく、元気になっていく、そんな表現を作っていきたいという思いで、この五穀創生という、こういった言葉を使わせていただくことといたします。で、それをするためにここ下なんですが、チーム兵庫で実現と書いています。このチーム兵庫というのはいろんな要素が入ると思います。私一人ではとてもとても何もできません。本当に微力な存在です。それをですね、チーム兵庫、もちろんこの兵庫県の職員の皆さんも知識も経験も豊富な皆さんの力もお借りをしながら、そして兵庫県民の皆さんですね、そういった皆さんの声、そういった声も大事にしていきながら、そして必要ならばチーム兵庫ですから、さまざまな専門的な知識とか経験、知見を持っていらっしゃる方、そういった方もたくさんいらっしゃると思います。そういった皆様にもお力をお借りしながらですね、チームを組んで、あと県議会などもそうですね、県議会の皆さんとも、コミュニケーションをしっかり取りながら、もうチームとなってですね、この兵庫を新しく生まれ変わらせていく、新しい兵庫を示して、そしてやっぱり兵庫県なんかちょっともう悪い印象になってしまったな、なんかちょっと全国で
ニュースでね、変な風に報じられて嫌だなと思ってらっしゃる県民の方、多分たくさんいらっしゃったと思います。そういった皆さんに、明るく楽しいこうニュースを届けていくといいますか、なんか新しいワクワクするような、そういった表現を伝えていけるような、そんな、選挙戦、そういったことを伝えながらの選挙戦にしていきたいですし、その結果、こういった五穀がしっかり創生していって、兵庫が生まれ変わっていく、そんな兵庫になればいいなという思いで、この言葉を使わせていただきたいというふうに思っております。公認に選手の関係について、説明いただけますか。はい、現時点では、私、日本維新の会で長いことを活動してきまして、党籍もありますけども、それを、外しまして、離党をして完全に無所属という状態で立候補をする予定としています。今のところ特にですので、公認はありませんし、推薦もしくは支持というのも現時点では考えておりません。これまで新聞の会で発表するので、はい、お役人の方ではなくても、維新の方の応援というか支援というのもあるという感じでしょうか。そうですね、実際やっぱり一人で選挙、これだけ大きな広い選挙をするのは難しいので、昔の仲間ももちろん大切ですし、応援して、くれますし、そういった方々のさまざまなサポートはいただきながら選挙戦は進めていきたいなというふうに思っています。その他の支持団体とか、こういうところが応援してくれるというような団体とか。いや、団体とかは特にそうですね、はい、ないですね。新部さんの意識が分かりましたが、はい、党内ではどこまでなすんなり決まった。いやいや、もちろんいろんな、これはさまざまな党内も意見はありました。いや、維新やっぱり単独公認もしくは推薦もつけて戦った方がいいんじゃないかと。でそれはもうまだいろいろ考え方がそれぞれだと思うんですけども、そうした方がやっぱり仲間とかね、今まで応援してくれた方々にとってはいいからという意見もありましたし、でもいや、やっぱり今回さっき説明した通りの話になるんですけども、やっぱり今回広い選挙だし、まずは選挙戦しっかり勝ち抜くことが必要だから、そのためには広い応援をいただく必要もあるんじゃないかということもありまして、そういった意見も多かったということですね。そういったことをいろいろ相談しながら、最終的に僕は決めたということになります。はい、でも推薦も支持も維新としてはしないというのは決定事項という考えです。そうですね、はい、そうですね、現時点ではそうですね。でちょっと いいです、決定事項、はい、そうですね、いいです、それで決定事項になります。はい、あと自身だけじゃなくて、今なんか僕が言いに臨んだのは幅広く応援はもしいただけるならね、そういうことです、そういうことです。他の党が推薦を出したら維新を出すということもあり得るんですか。あるかな、ちょっとその辺は過程がね、ちょっと何とも言えないんですけども、ちょっと現実的にどうかなというね、難しいのかなとは思っていますけども、基本はもう完全無所得でですけども、これから衆議院選挙もありますし、ちょっと情勢が変わる可能性はあるかもしれないけど、ちょっと今濁したじゃないですか、別にそんななんか変なあれじゃなくてですね、ただ応援は幅広くいただけたらありがたいという思いを持っているということですね。党は今後のずっと維新でやってくれたんで、政策的には維新的な政策を掲げて推し進められるということなんでしょうか。そうですね、例えばですけども、維新長いですで、これまでの斉藤さんのこの3年間というのを見ていても、比較的やっぱり我々維新が考えてきた政策に近いところ、行革でありますとか、子育て世帯ですね、教育に関するサポートとかですね、こういったところ非常に近いところもあるかなというふうに思っています。この辺は僕もですね、高校生は一緒かなというふうに思いますので、こういったところはそのままといいますか、僕もそういった思いで進めていきたいなというふうに思っています。そうすると維新隠しじゃないかという批判は当然出てくると思いますが、はい、それに対してどう答えますか。その質問は絶対木原さんというと思ってました。言われる方もいらっしゃるかなというふうには思います。確かに維新が、非常に厳しいと逆風と言っている中で、維新を、外すというのは、そういった意見も出るかなというふうには想像はするんですけども、この回答としてはもう本当に本音の部分は先ほどお伝えした通りでして、維新がどうとか自民がどうとかですね、党ので、選挙をするような今
兵庫県は状況ではないんじゃないかなと。まずはもう幅広くいろんな方々の声を聞きながら、いろんな方々の応援をいただきながら、そして兵庫県を、再生していくというのが最初のミッションではないかなというふうに思ってますので、それを選択したということですね。もう一点だけ、そうすると先ほど斉藤さんの政策は、ある程度引き継ぐとおっしゃったので、だから、斉藤県政の政策は引き継ぐけれども、人は変わる、こういう整理です。もちろん斉藤県政のいいところは引き継いで、これは叱るべきだというふうに思ってますね。加えて、僕自身ちょっと、ね、今政策まだ完全にですね、政策策定作業というのを僕の方でも今やってまして、完全に出来上がってなくて、今皆さんにマニフェストをお示しできる状態ではないので大変恐縮なんですけども、もちろん僕がこうしたいという思いもですね、例えばこの元町のね、この周辺の再開発といいますか、町の建て直しをどうやっていくかというか、そういった話でありますとか、例えば教育の無償化、大阪では私学も含めて今高等学校の教育無償化というのが進んでいます。こういったところにも積極的に取り組んでいきたいなと、そういった思いもありますし、例えば観光政策とかですね、来年は大阪・関西万博がありますので、そういった方々をどうこう兵庫県にもいっぱい遊びに来てもらえるかと、兵庫を回ってもらえるか、これがさっきの話なんですけど、五穀創生の地方創生にもつながることかなと思っておりまして、こういったことも入れ込んでいきたいなとか、いろいろ考えてはおります。だから全くもちろん最初と一緒ではなくて、僕の感覚いいところはそのまま否定することではないですし、僕の考えを入れたものをこう作っていきたいと思っております。ただやっぱりこの半年間の動きを見ていますと、やっぱり斉藤前知事の斉藤さんの、初期の対応、公益通報に対する対応である、でその後の、議会との、やり取りである、でこういったところでいろんな問題が生まれてしまった、軋轢が生じてしまった、でこういったことが、県議団全員による不信任ということにつながった、そして今回、辞職ということに、自動失職ですかね、失職につながっているわけですから、ここの部分が斉藤さんとは力が違うといいますか、ここを僕はやっぱりしっかりとコミュニケーションを取りながら、これはさっきお話した通り、決して県議団だけではなくても、県の職員の皆さんもそうですし、県民の皆さんもそうですし、やっぱりしっかりコミュニケーションを取りながら進めていくというのが、大きな違いといいますか、僕が一番やりたいことかなというふうに思ってます。イメージが悪くなったということで言えば、一連の文書問題だったと思いますが、もし、当選されたとか、文書問題というのはどのように向き合っていきたい、今の時点での考えはどうでしょうか。文書問題はやっぱりしっかりと、百条委員会が続いているということもありますし、しっかりとで第三者委員会もされているということですので、しっかりとその原因の解明、これは必要なことだと思います。そして再発防止をどうしていくかということは必要なことかと思います。やっぱり斉藤さんをずっと見ていて、ずっと一貫してらっしゃるなと思いますけど、そこは間違ってなかったということはもうずっと言い続けられるわけですよね。でも僕がもしこれから取り組むとしたら、やっぱり何か間違いがあったんじゃないかと、もうスタート地点か、途中かどこか分かりません、どこかでやっぱり問題が起きてしまったのではないかと。でやっぱり僕が考えるのは、うまくもっと着地ができていたら、お二人の方も亡くなってしまった、これ本当に大きなことだというふうに思います。そういったことも防げたのではないかというふうにも思っています。で本当にそういった残念な結果を生んでしまったことを、まずは反省といいますか、何か原因があるんじゃないかというところからスタートした上で、しっかりと結果を求めていきたいなというふうに思っています。